家賃保証会社とは、賃貸住宅の契約時に必要な賃借人の連帯保証人を代行する会社で、不動産賃借人との間で保証委託契約を締結する会社である。賃借人が家賃滞納などの家賃債務の債務不履行をした場合、賃借人に代わって家賃保証会社が代弁債を賃貸人に行う。賃借人は家賃保証会社へ返済することになる。 賃貸保証会社、家賃債務保証会社という故障を用いることもある。連帯保証人に代わって賃借人が滞納した、家賃の支払いを一時的に引き受け、連帯保証人と同様に家賃を建て替える会社で、国土交通省で把握している保証会社数は全国で147社、2015年度の契約件数は119万件、不動産賃貸契約の6割で利用されている。 元来は、賃貸物件の契約時に連帯保証人を用意、できない借り主のための保証の制度であったが、個人の連帯保証人の経外化などの諸問題に対応し、近年では貸主及び賃貸不動産管理業者の家賃回収業務のアウトソーシングとしての面が強くなってきている。2014年時点において、家賃保証会社に対する法規制はなく、野ばし状態となっていたが、 国土交通省は任意の登録制を導入し、登録会社には借主の帳簿の保存、不動産契約時の重要事項の説明や書類交付の徹底のほか、借主からの相談窓口の設置を求めることとした。家賃の取り立てなど、個々のトラブルについては、貸金業法の規定を適用した判決がある。2020年の民法改正を見据えて、 個人の連帯保証人から保証会社の利用への切り替えが進んでいる。昨今では自主管理をしている家主が保証会社と直接契約できるケースが増えている。借主にとっては何らかの事情で連帯保証人が立てられない場合でも保証会社を利用できれば借主の収入や社会的信用で部屋を借りられる可能性があるというメリットがある。貸主にとっては 借り主の家賃不払いリスクを軽減できるメリットがある。また何らかの事情で通常の生活を送ることが困難になった場合、公的支援制度の相談窓口、給付、融資制度等の案内をする生活相談窓口を設けている会社もある。また、NPO 団体と連携した食料支援も行っている。保証会社は本来リスク需要の対価として保証料を 徴収し運営していくのだが、家賃滞納や夜逃げが多発しているため、退職者でない十分な収入がある保証人を要求することがほとんどで、家賃滞納などをしたこともない人が契約を断られたり、保証契約時に家賃総額の3割から10割を支払わなければならなくなった。家賃を保証するはずの家賃保証会社が近年数多く倒産しており、そのリスクを 借り主か死主ともに背負うことになった。古くは2008年に家賃保証会社が違法性の高い手段による締め出しを追い出し行為をしていると指摘されている。消費者庁には契約内容をめぐる相談役場が毎年600件以上寄せられ、滞納家賃の強引な取り立てなど悪質業者の存在も指摘されており、保証会社の対応が求められている。 保証会社が加盟する業界団体の賃貸保証制度協議会は、家賃債務保証業務の適正な実施について自主ルールを制定した。また、業界団体は、独自に金融機関の利用する信用情報機関のような賃貸保証のデータベース機関リックを設立2010年2月より信用情報の登録確認を行っている。 国土交通省で把握している保証会社は全国で147社あるが業界団体に加盟しているのは55社にとどまるとされている。日本賃貸保証本社売上50億円以上のデータは帝国データバンク、家賃債務保証会社48社の経営実態調査によった。ありがとうございます。